こんばんは、岡田敏夫ゼミです。今日は、あの、8月の15日、終戦記念日ですよね。おー,おー、こんばんは、こんばんは。今ちょっとコメントを読んでました。<laughs> あのー、まあ、でも8月15日、終戦記念日ですけれども、岡田敏夫ゼミではですね、もののけ姫の解説をします、えー。過去何回かですね、あの、もののけ姫の解説をやってきたんですけどもですね、まあ、あのー、先週の木曜日から連続してですね、3本。 あのアップグレード動画でもののけ姫をあげましたんですね。今日の,あの解説を楽しんだ人はそっちの方もちょっと見てもらえればいいと思います。じゃあ早速ですね、えー、ゼミに入ります。今日はいつものですね、あのブルーレイの画面撮りではなくてですね、ちょっとあの文芸春秋からですね、あの文春ジブリ文庫のシネマコミックというのが出てるんですね、このもののけ姫ってやつ。えー、こっからですね、引用して解説してみます。ちょっとあのね えー、画面引用よりちょっとこっちの方が面白いかなと思ったんでやってみようと思います。でえーっとですね 映画が始まってです、ね、18分45秒あたりのです、ね、山犬もろと烏星御前の戦闘シーン、最初の戦闘シーンですね、このシネマコミックではです、ね、112ページあたりから始まるやり取りです。で僕はこれをです、ね、あの桶狭間というふうに、ね、あの呼んでいるんですけども、まず最初にこの桶狭間の戦いです、ね、を解説しようと思います。よいしょ冒頭、ここですね。 えー、右ページの1コマ目です、ね、で、えー、ものすごい大雨が降っているんですね、この大雨が降っているで、3コマ目でもです、ね、相変わらずすっごい雨がざんざん降ってるといる、この雨の描写は時間かけているので,です、ね、大雨を覚えておいてください、わざわざ何、えー、かとか使って雨が降ってます、すごい雨が降ってますというのをです、ね、作画と音で表現しています。で次のコマ濁濁流流流がががれるですね。流が流すねもう川が茶色になってです、ね濁流が流れる なんで濁流かというとです、ね、タタラバが周囲の山を切り崩してです、ね、森の木を切り尽くしているからです。ね。なので雨が降ると土砂災害が起きるふもとの村は大被害ですよ。だからあのそうなるとふですね、実はあの農業をやっている人たちはです、ねまあ、あの土砂災害が起きてです、ね、米が作れなくなっちゃうんですね。なので百姓は娘を売って烏帽子はその娘を買って労働力にしているわけです。決して、というのはです、ね、そのはあそこの なんだろう場所に斎田ですね、えー、いい人ではないわけですね咲いたというかですねあのタタラバがですね侍とか大名に狙われてたのももちろんそれはその欲得づくでえあのタタラバを自分たちのものにしようというのもあるんでしょうけれども同時にですね周囲の村からおそらく豪素というかですね素状が出ていたはずなんですね次素が出てたはずなんですそれも,もあの江戸時代にもですね同じをあの実際にですねタタラバから出て あの出てくるです、ね、毒とかあとはその木を切り崩したり山を崩したりすることによる土砂災害で実際にその周辺の下流にある農村からですねなん、えー、とかしてくれとかですね、せめて農業をやっている時期はタタラバーをです、ね、動かさないようにしてくれというような時期とがあってそれの裁判沙汰になっているという記録が実際にこう残っているんですね江戸時代の記録で。なのでまあそれを表現しているためのもうわかんないですね <laughs> ただ単に僕ら雨が激しいからこんな川の色なんだ

でタタラバにはです、ね、あの農業や漁業などをです、ね、食べるための産業がです、ね、生産手段を全く持っていないんですよだから補給船こそ生命線ですなので烏帽子とかゴンザなどです、ね、こういうキャラクターたちはです、ね、戦える者全員でこの隊列の警備に当たります。 なんであの警備しなきゃいけないのかというとです、ね、たたらばに恨みを持つです、ね、近所の農民、浅野久保のようなです、ね、侍大将です、ね、その他山賊、野伏などです、ね、この補給船を押そうと狙っている役らわね、本当にそれこそ無数にいるから、ですね。も、え、ろ、ー、たち、山犬だけで警戒ではないんですよ。だから周囲にすごい気を配ってです、ね、隊列を組んでいたと。しかしです、ね、犬神もろはです、ね、襲ってこないはずなんですよ。これあのですね あとわずかだというふうに言ってるときにですね、犬神が襲ってくるとはどっちかと思ってこないんですね。な、え、ん、ー、でかというと襲ってくるんなら自分たちの姿を隠せるですね。あの森の中を選ぶはずなんですよ。こんな丸裸のこれ俺あの実際に画面ですねあのー。 動画で見てもらうとです、ね、分かると思うんですが金曜ロードショーを撮ったやつを見てください、周りは梁山なんですね、もう本当に土がむき出しで,でその周りにはです、ね、黒く焼け焦げた木がです、ね、こう突っ立っているだけなんですねで、そんなところで襲うよりはです、ね、森の中で襲った方が有利、ですねじ。自分たちの姿を隠せるし、あと何よりも彼らの武器である石びやが、まあ、あのなかなか当たりにくいからですね。 なので、烏帽子たちはです、ね、通常警備です、ね、通常の人間相手の警備の最中だったそこにです、ね、出たぞ、犬神だというふうに驚きの声が上がりますではるか向こうの方にです、ね、小さい白い影がこう走っているのが見えるんですね彼らから見たらです、ね、下向きの方向です、ね、山のふもとの方からです、ね、犬神が1機走ってきます。 で襲うんだったらです、ね、これあの、変なんですね、奇襲がいいはずなんですよあの、いきなり襲うのがいいはず、だって、犬神側の勢力はわずか4名なんですよ、もろともろの、まあ、子供の犬2匹とです、ね、あと3しかいないわけですね、だから全部で戦力4名なんですよ、なのに、この麓のですの、ね、山肌をです、ね、白い姿を見せるように近づいてくる、ですね。まるであの石部屋で狙ってくれと言わんばかりに近づいてくるんですよ。 であのさっきも言ったように襲撃場所もです、ね、森の中をです、ね、どうせ通っているんですからその時にです、ね、隠れて近づいた方が有利なはずなんですね。で、えー、この辺のです、ね、土地をどういうふうに説明しているのかエコンティによるとです、ねえー、岸辺の緑の上に焼き尽くされた地面にむき出しの斜面がそびえ 崩落した岩や森の残骸や、黒焦げて立ち尽くす無数の墓標のような木っていうふうに書いてあります。つまり、何にもないですね、見通しのいい場所をですね、えー、そういうですね、地獄みたいな風景のところでですね、襲ってきたというふうに書いてるんですね。で、なんでそんな場所を襲ってきたのかって、ええー、理由はですね、こっちの左のページですね、せいて火薬を濡らすなっていうふうにですね、えー、叫んでいます。 これがあの,モロの戦闘、ね、の,の,の近くですね、えー、実は近くの森にいるアシタかが音だけ聞くシーンがあるんですねこのせい、えー、このシーンの後ですねで挿入されますこれですね、えー、石部屋が火を吹くとそうすると次別の場所にいるアシタかの先生シーンが入る。 でダ,ーンダーンというです、ね、遠くから音が聞こえるんですけどもです、ねえー、これどのアニメの画面で,です、ね、ちょっと皆さんです、ね、あの確認してほしいんですけどもこのシーンであしかにです、ね、雨全然かかっていないんです,、ね、で,ですね。この前後の大駒、ね、この前後のところではです、ね、ものすごい雨が降っているんです雨。ものすごい雨の中です、ね、もろの子供たちと戦っている様子が出てきますで音が聞こえるほど近いんです。よ。 でなんでアシタカがいる森場所ではです、ねえー、雨がかからないのかというとです、ね、あのアシタカは深い森の中にいるからですね。だから木の枝とかです、ね、葉っぱがそのまるでドームのような役割をしてです、ね、アシタカたちにほとんど雨がかかっていないんですよで。それを観客に分からせるためにまず雨がすごい場所での先頭アシタカ、雨がこれ本当にあの画面上で作画で雨がほとんどないです。 で次にまたすごい雨をわざわざ描いてるんですねこれを連続で見せているわけです。でこれこそですね,、えー、犬神諸ですねまあまあ年老いた老快なおいてですね賢いモロの策略なんですよ。あのたったね4頭の戦力兵力でですね烏星を確実に倒すっていうのはなかなか難しいんですね。なので 彼らの武器、石部屋が使いにくい大雨の日を選んだんですね。で、大雨の日に隊列を組んでいる時にですね。雨をしのげる森の中、自分たちの有利な森の中ではなく。 あえてここで襲ってこないだろうと思っている、えー、裸のです、ね、山肌の近くです、ね、石部屋にとって一番不利な場所裸の山の斜面で,です、ね、襲撃するわけです。でそのためにです、ね、その自分の子供たちですね山犬2匹とです、ね、サンをです、ね、遠くから近づける遠くから見通しのいい場所から近づけて石部屋で撃たせるわけです。で モロは、事前にです、ね、その山の上で待ち構えてです、ね、斜面を駆け下りて一気にエボ星の本陣を襲うというですねこ狙いですで。これですね完全に織田信長の,です、ね桶,狭のですね、桶狭間の奇襲作戦の時のです、ねまあ、考え方なんですね考え方としては一緒なんですよ。だからモロはです、ね、あの自分たちの子供をですを、ね、犠牲にする覚悟で最後の奇襲作戦に出たわけなんですけども。あの モロね後でね「あしたかに説教するんですね」「人間が生き延びるために生贄にされた娘それがサンだ」っていうふうに言うんです、まあ、怒るんですけどもモロだって勝つために自分の子どもたちを犠牲にしてまでやっぱり勝とうとしてたんですねこの戦略とその覚悟ですねまさに山の神ですねあの犬神山の神ですねすごいですねこの冒頭の戦闘シーンというかまあまああの初めてええー、とですね なんだエボシ御前が戦闘するシーンってですねすごい策略の読み合いになってるんですけどちょっと見てる人間は偶発的な戦闘に見えちしかしですねこのエボシはですね攻撃の不自然さに気が付いてしまうわけですね。 普通に戦闘してるんですけどもですね口ほどにもない化け物め口ほどにもないとゴンザが言うとあれは子供だ母親がなぜ出ないっていうふうにですね不思議がっていますえこんなふうにですねもうお互いの戦略の読み合いになっているのはです、ね、この戦闘シーンの面白いところだと思います。すると モロだといううなことで、で山陰のすね,モロですね、えー。巨大なです、ね、山犬がです、ねえー、坂の上です、ね、山の上からです、ね、一気に降りてくるわけ襲ってくるわけです、ね、でこの瞬間です、ね、これ、あの油紙を破ってスチャって書いてるんですけど油紙を破って烏帽子が構えるのがです、ね、新型の石び屋なんですよ。 あのそれまでですね部下たちが油紙、えー、を破って出すのはです、ね、横に絵、まあ、コンテにもですね竜のような中華の模様って書いてるんですね中国式民から輸入した石び屋なんですよ。でそうではなくてですねあのこの時烏シが出すのは純国産のです、ね、新型の石び屋なんですねそれも、えー、自分で設計してというか、まあ、指示をして作らせたやつですね。 ここれこそです、ね、対あのゴンタたちが使っているのはですねさっきも話したように中国製でですね、あのーまあ、前から火薬をつ詰めるですねでおまけにひな輪というかですね銅線みたいなものを突っ込んでタイミングをちょっと待ってから撃たなきゃいけないつまり発射タイミングが自分の思い通りにならないし重いから取り回しもしにくいという旧式の兵器なんですけどもですね タタラ場で,です、ね、極秘で開発したです、ね、秘密で開発した雨の日でもある程度対応ができるです、ねえー、カートリッジ式のです、ね、新兵器なんですよ火薬と弾がです、ね、あの1つずつ鉄のカートリッジみたいなものに入っていてそれを1発撃つごとで交換することによってです、ね、素早い装填とあとはあの発射が簡単になっているんです、ね、で発射のタイミングもほぼ引き金を引いた時点で発射するってです、ね、も,ものすごい新,あの新兵器なんですけども。で モロはこれ知らないんですよ。この時のですね、新兵器のことをですね、モロは知らないのでですね、素早く左右に動けば、いつも通り左右に動いてですね、狙いが定まらないようになれば、モロの知っている石び屋の重さや取り回しではですね、狙いが定まらないはずと。だからわざわざ突っ込んできてですね、至近距離での戦闘を選んだわけですね。でしかしですね、まああの、 烏帽子が構えているのは新型だったわけですね、雨の中でもある程度大丈夫であの軽量化によって素早く動くもろにもですね、えー、狙いをつける新兵器で、それを撃、ね、たれてしまって、どんともろ、ねえー、のですね、喉元にです、ね、当たってしまいます、ですね、で遅れてです、ね、やっとゴンザのこのゴンザもです、ね、あのひひ唇を入れてからワ,ワンタイミング遅れてからどっと火炎放射する。 ああのシーンがあります。やっぱあの解放者となってもろを焼くんですけども少し遅れるんですねタイミングが読みにくいんですもろ、えー、はですね崖の下にですね落下してしまいますそのままばーっと落下してしまいます。し、え、て、ーまあ、ものすごいですねあの蝶々発疹のやり取りなんですよここまであのもろはですねもう本当に。 徹底的に自分のです、ね、有利な局面有利な場所を選んで,です、ね、そこで戦いをやろうとすると本当にあの戦略家です、ね、軍師孔明の考え方なんですよ。これが本当にすごいと。 でまさに信長とですね戦国の歴史を変えた桶狭間の戦いだというふうに僕は思ってるんですけど、しかしこの世界ではですね奇跡は起こらずですねモロは致命傷を受けてしまうんですね喉元にですねあの鉄の玉が当たっちゃったわけですねで明日香の村をもともと襲ったですね祟り神名護の森はですねあのまあ、この森のあのこの焼き払われたこの 場所のですね守り神だったんですよね。で。だから今のこの周りの周囲に広がる焼け野原っていうのはですね。長野森討伐戦で烏帽子御膳が焼き払った森なんですよ。え、烏帽御膳たちが石飛。屋州を連れてですね。で、彼らが一斉に、えー、点火しで火炎、放射器などを使いながら長野森はですね。焼けている、えー、山の森をですね。追われるようにして死んでいくと。で。 それを見ている前これはあの後の回想シーンなんですけどもあの周囲の木がですね、えー、この戦場ですねこのさっき僕は桶狭間と呼ばれたところで,です、ね、周りの木が全部燃えてるのはもともとここで,です、ね、戦闘があったと名護守が殺されたとそこでもう一回もろ、ね、は戦いを挑んだわけですね。 大きくて偉大なです、ね、イノシシの神ナゴノモリですらエボシの放った銃弾の、まあ、銃弾ね鉄って言ってるんですけど実際には鉛も入っているわけですね鉛と鉄の毒が特に鉛の毒が体中に回ってですね苦しみ抜いた末にです、ねえー、イノシシの神ナゴノモリはです、ね、たたり神になったそれが足利の村を襲ったのがもともと冒頭のシーンです。で 同じです、ね、弾をですもろもの喉元に当たった球というのは長野森を殺した球と同じなんですよ。でその球を受けてしまったからには実はもうもろにはですねあの生き残る手段ないんですよ。あの人間より賢いもろはですねこの理屈が分かっているわけですねだから実はです、ね、この冒頭の18分40秒からですね2分間ぐらいある戦いでですねでにもろは負けている。 ものあのけ姫のですねこの,モロの戦いモロとエエボシゴザの戦いというのは実はこの一番最初の戦いで決着ついちゃってるんですねあとはもうどのように死ぬかなんですよそれをです、ね、モロは選ぼうとしていると、まあ、あのモロが選ぼうとしていたのはです、ね、食事もせず水も飲まないで,です、ね、かつて自分たち犬神を人間が崇めてくれたですね作ってくれた巨大な石造りの神殿の上で衰弱死ですね。 そのまま水物をまず食料も食べず衰弱死するというのを選ぼうとしてるんですね。そういうふうにしようともロは考えてました。えー、ちょっとモロのセリフのシーンこういう時漫画シネマコミックも便利なんですね書いてくれてるからですね。えー、穴に戻れ小僧っていうふうに言いながら。 モロがですね、この上でまるであの主人を待って番をするような姿勢で,です、ね、私はここで朽ちていく体と森の悲鳴に耳を傾けながらあの女を待っているというんですけども、まああの,あの女を待っているというのは、まあ、あえて言ってるんですけどここで朽ちていく体と森の悲鳴に耳を傾けながらこれがもうモロの最後死に方なわけですね。だから本来ですね 状況を見ている最後まで見ていい。るしかないでももう自分は死ぬんだろうなここでじっとして死んでいこうという,うに考えたんですけどもそこに現れたのが足カでありそこに現れたのが元彼のおこと主ですね巨大な九州の鎮西ですね白い命シシなわけです。で静かにですねそあそこで,です、ね、死を待つはずのモロの,の運命というのは大きく変わりだすわけですね。 えー、あのまず1つ目の解説は、ね、ここまでですね、えー、次はですねたたらばの解説をちょっとしようと思います今回ですねあの美術部に作ってもらったですねたたらばの模型なんですけどもあの軽いです、えー、紙粘土と竹串と、まあ、大体つまようじあと紙ですね紙でですねできてるから軽いんですね差し渡しあのこの 上ののががメートルぐらいの幅があるんで,です、ねえー、実際これ1 6ンチぐらいなんですねだから700分の1ぐらいのスケールだと思ってくださいおそらくこの全体の地形はかなり正確に作ってもらったんですけど建物はねあの大きめですだから実際はもっとちっちゃい建物があのびっちりあると思ってくださいただもうそれだと可愛くないので可愛さ優先でちょっとポイントポイントでわかるようにですねあの大きめに建物を作って 実際はもっと小さい建物がぎっしり入っていますただ地形はもうほぼこれで正解だと思いますで、えー、巨大なまあ要塞ですねはっきり言っちゃえばこれ全体が1つの要塞になっていますというか要塞というよりもですねなんかそのお城と城下町の構造に近いですね上のクルわがあのお城部分で下の方がです、ね、城下町っぽい造りになっているんですよで設定によればこれってもともとこっちの地面と山とつながってたんです、ね。 だから、この突き出した岬だったんですよ湖の方にで、この突き出した岬を自分たちでガーッと掘ってここを掘って掘って掘ってここも掘って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 切り離して一箇所しかつながらないですね。あの人工の島にしたんですね、えー、で、無限にです、ね、木が伐採されたので,です、ね、周りの山はもう丸裸なんですねでも、寂しくです、ね、木がポツリポツリと生えた跡があるぐらいですね。 ん、えー、でかというと墨を取るためにも木を切ってで砂鉄を取るために山を切り崩してるからこういうふうな構造になるっていうふうに思っておいてください。えー、っとでこれあの何かに似てるもうあの何にも気がついて何かに似てるんですけど何かっていうとこれあの大阪のですね博物館にあるですね、えー、真田丸。 ですね、大阪、冬の陣で,です、ね、真田幸村が作ったと言われるです、ね、大阪城のまあ張り出し施設みたいなもの真田丸です、ね、周りにです、ね、ぐるっと堀を巡らして,堀を巡らしてです、ね、土を持ってその周りにです、ね、板と、まあ、木の杭で,です、ね、囲いを作ってでその中に陣地を敷いてです、ね、兵隊を集めると。 役割は何かっていうと大阪城を攻めるならまずあの沢田丸を落とさなければいけないというふうに敵の攻撃をですね一、まあ、箇所に集めてで自分たちも攻撃の準備をするための砦に作ったんですけどもです、ねまあ、そっくりなんですよね城の構造としてはです、ねえー、西洋におけるモットンドベイリー式にも思えると、えー、主格たるタタラバとその一段下に住民の生活空間これら両方を柵と杭で囲みさらに天然の堀で防護する。 モッタアンド・ベイリーというのは何かというとちょっと、ね、あの絵が小さいので分かりにくいんですけども、えー、10世紀から12世紀イギリスとかフランスの建築城様式なんですねこれ一番上を見てください。えー、でこれ以後はです、ね、実はあの石造りに置き換わっているんですけどもあのこれまず土を持って大きく大地を持ち上げるんですよでその周りを無数のです、ね、木の杭で加工形式ですね。 でえー、クロアがこうもう本当に何十にも何十もにもなっていてです、ね、で上と下に段差があり下のフロアに行くと住民の生活空間があるとです、ねえー、まさにたたらばそのものですね。ね、えー。これはあの本当にすべてつ土なんですよ。下の方を見てもらうとです、ね、柵がどういうふうになっているのか、まあ、概念図だからわかると思います。いろんな形式があったみたいです。真四角に組む場合。 丸く組む場合。これは、まあ、もちろん地形を応用してというふうな部分もあるんですけどもですね、まあ、どっちにしてもですねかなりあの広い面積をですね無数の木の杭とか木の板で、まあ、覆うわけですねこの一番上を見てもかなりあの広い面積なんですよ。でそりゃね中世のヨーロッパから森がなくなるはずですよ。あの森も山すらも削って移動させて盛りつさせるのがですねモッタンド・ベイリー のですね、建築様式ですからです、ね、本当にあの山なくなっちゃったり森なくなっちゃったりするのも分かりますよ、ね。でこの細い橋ですねえ橋が2本かかってるんですけどこっちの橋はですね中に入るための橋なんですけどこのすごい細いですね長い橋何かっていうとですねローマ式水道橋というやつです。でこれを見るとあのもう気が付く人も多いと思うんですけども実はですねこの カリオストロ城のです、ねえー、ルパン3世カリオストロ城に出てくるカリオストロ城とあとはあの城と橋だけでつながっている城下町すごいそっくりなんですねでこれ偶然でなくてわざとですでその理由はまあ神殺しですね。神様を殺すということなんですけどもあのカリオストロの城ナウシカ・トトロなど自分自身の作品を完全否定するために作られた作品なんですね「モノノっていうのは。 このちょっと類似性に関してはですね限定であのカリオストの城とですねあの城下町の模型を使って説明しようと思いますじゃあタタラバのですね外側から見ていきましょうえー、とここアップになるかなはいありがとうございますこれがですねタタラバの入り口ですね正面の,あの橋があって、そこに 一応、ここの部分だけ可動にしてもらいました。こういうふうにですね、えー、巨大な杭がですね、開くような構造で中に入れるようになっています。えー、この入り口はこの、えー、幅広の橋一本だけですね。で、毎日ですね、日が暮れる前にですね、男たちが4人がかりで巨大な、まあ、あの仕掛けを回してですね、この橋をです、ね、閉じてしまいますですね。門を閉じてしまいます。もちろん目的は外敵を防ぐためです。で、えー、この門はですね、あの外開きですね。あの 内開きにしちゃうと工場兵器っていって城を攻めるあのでかい杭みたいなやつでどんどんどんとやると開けられちゃうんで,です、ね、絶対に外側から押して入れないような引き戸式のです、ね、構造になっているわけですねだからもう完全に本当にあの守るための山城のような構造になっています。じ、えー、じゃゃあ、これれちすればいいじゃないなかというと。う たたらばの構造からというかもともとの定義からしてです、ね、焼き打ちの攻撃できないんですよ。それはなんでかというとまず中央にです、ね、巨大なあの製鉄用のたたらがあるから防火設備が整っているというのもあるんですけどもなんでたたらばを攻めるのかというとこれが欲しいからなんですね。たたらばの施設と技術者が欲しいから攻めるわけで,です、ね、実際に兵隊を入れて降伏させるしか方法はないんですよ。 殺しちゃったり、壊しちゃったりしたらそれはもう意ばが,、ね、タタが欲しい人というのは必ずたたらばをですね壊したいんじゃなくて欲しいわけですから焼き打ちっていうのはできないなのでこの構造をですね城としてすごい優秀なわけです、えー、実際にですねこのたたらばのですね使われ方をですね、えー、アニメの中のシーンで見てみようと思います、えー、さっきも言ったように門は開閉式ですね外側に開くタイプです で中入るとです、ねえー、案外です、ね、あのご飯を炊く煙とかがいっぱい上がってて、まあ、あの生活しうそうな風景です。で下の車ですねあの車っていうふうな言い方をしてますけどこの模型で言うとうあの下の車上の車の二重構造になっています。でこの下の車の方は牛飼いたち牛追いたちの生活スペースになってるんですね上の方はたたらバに住む、えー、女の人たちのスペースなんですけどもですね 男女混じってでまあこっちに戻りますけどもで、えー、奥の方の建物を見るとですね2階にですね宴会場みたいなのがあって、まあ、こうみんな飲んだり食べたりしてるんですよだから2階建ての建物もですね割とあ多いんですよねたたらばのですねこの下のクロアの方はですねで男女混じって楽しそうにしてるんですけども実は食事が男女別なんですよ3番目のコマ見てください男たちだけでですね仕出しのご飯ですね えー、この男の人がです、ね、自分のお茶碗にまに、あ、大根を炊いたのかなんか入れてるんですけどもみんなこういうふうなご飯の食べ方してるんですね、えー、学校給食みたいな食べ方してますで男も女もあの門のところからです、ね、玄関のところからそれを覗いて林やしったりするんですけれども男たちは女たちがいるところに入っていこうとしない門のところまでしか来ないですね。で女たちもこのあしたかがです、ね、いるのを見てです、ね、玄関のところに集まって林やしてるんですけど決して中に入ってこない。 ですね、ちょっとあのかなり不思議なです、ねあのー、学校みたいな風景なんですよねでこういうふうにですねたたらばっていうのはできているでもう一回模型に戻りますで、えー、この下の車ですね、まあ、あのお店があったりごはん屋さんがあったりですね物々交換の場所交換っていうかね米とか配給制みたいです でそういうですね、のがある奥に行くと一本道があります。この長い一本道が上り道になって、えー、上の車ですね、に繋がっているですね、細い道があります。で、ふ、え、だ、ー、はですね、この上の車と下の車の間のこの門。 だからあの男女が自由にここで交流できるようになっているんですね。えー、でところがですね有事何か戦闘があった場合はこの門が閉鎖されて上の車が完全に独立するようになっているんですね。であのローマ水道もですねこの上の車の巨大な貯水池にです、ね、水が貯められるようになっていますね。 あの攻め込まれたらいざ戦争で攻め込まれたら下の車を捨てるのが目的なんです。 下の車を占領させといて上の車のこの一本道にですね敵の兵力を集中させるとそうすると一本道しかないから案外兵力の集中できなくて守りやすいというです、ね、これも本当に沢田丸と全く同じ考え方ですね現にあの映画の後半でですね浅野久保という現地の侍が攻めてきた時もですね早い時点であの下の車を捨ててですね籠城線にですね切り替えましたね上の車だけでですね、えー、というふうになってます。で 籠城戦の模様なんですけども、えー、まずその浅野九郎に攻められてわりとあの下の橋がですね占領されて下の車にですね入られてしまいますね。で浅野久保方がですねその門から自分たちがですねぶんった米とかをです、ね、持ち出してますね。門も開きっぱなしにされてます。こういうふうに早い段階で下の車はですね占領されてしまいました。 しかしそれはもうあ,のあらかじめ烏、えー、星御前が読んでいたことでですね籠城、えー、線になったらですねちょっと分かりにくいんですけどもこれがあの斜面なんですねここにあるのが一本道の上の車に行く斜面でそこにですね逆もぎといわれるですねあの上向きのですね尖った杭をずらりと並べてですねで、えー、こっちに来れないようにして籠城していますですねあの下の車を占領させることによって攻撃ルートを一本にさ絞らせる なので女たちでも守りやすいというですねもう本当に真田丸とですね大阪城の真田丸と同じ構造になっていますであのまあまあここまでの話で分かる通りですね男たち牛飼いたちが住むですね下の車ですね職人たちも、まあ、いざ生活するときは下の車に降りているようです。 とです、ね、上の車、えー、のですねたたらばがある製鉄所がある部分とかですねあのこの周りで鉄を打つところは男もいるんですけどもこれもあの通いが自由になっているから入っているみたいなんですけども基本的に上の車って女たちだけの世界なんですねだからあの烏帽子御前が守ろうとしているのは女たちだけなんだというのをこれ作ってみて本当にしみじみ感じるんですよだからあの潮いのですね香炉たちがもろの襲撃を受けて谷に落ちた時も あっさり見捨てて帰りを急いだと、江戸前にとって男は消耗品で守らなければいけないのは女たちだという,ふうに思っているからこういう構造になっていると。でどうもそれをたたらばの人たちっていうのはわざわざ口にしないんだけどなんとなく分かってる様子が見えるんですね。だからあのコウロクたちを見捨てる時もですね周りも割とあっさり従います。で作品内ではこの見捨てられたコウロクと タタラバで,です、ね、リーダー的なおときさんって女の人はです、ね、夫婦なんですけどもしかしです、ね、あの一緒に暮らしてる描写が全然ないんですよこのアニメの中でですねあの結構ねタタラバ全体のなんかこう生活描写というのはくどいほど多いんですけどもです、ね、夫婦生活とかあと家族生活の描写生活感っていうのがゼロになっているんですね。もう本当に学校かアニメスタジオみたいなですね描き方になっているんですねでこれはあの僕の想像なんですけどもおそらくですね まも、あの物のけ姫の中ではです、ね、いろんな事情で,です、ね、子供が一切書かれてないんですけどもです、ね、子供が生まれてきたらどうなるのかっていうと女の子が生まれると全部上のクルワで,です、ね、管理してで女生まれた女の子は幹部候補生になると思うんですねこのたたらバの幹部候補生1期生としては幹部候補生になる。で、男のの子が生まれると下のクル 大事事なな仕事をさせてもらえいい派遣社員扱いですね。女が生まれると幹部候補正社員男が生まれると派遣社員バイト扱いで下の車で住めというふうに言われるとで、えー、この上の車のさらに奥にある隔離施設ですねこれ実際1段下がったところにある段差が下がったところにあるんですけどもあのこの上の車にですね けが、えー、れとかです、ね、あのたたりを持ち込まないためにです、ね、ちょっとこの池があってで水路がぐるっと回っていてこの水路の向こうの隔離設備になっているんですね。でこの奥にはですねセン氏病患者。 ですかハンセン病患者たちの研究施設がありますよねこういうふうな構造になってます中はあの薬草のですね採園になっていますでここで秘密兵器のですね新型のイシビアを作っているわけですね、えー、エボシゴゼンたちが扱うのをま見ているとさっきも話したようにですね一回ごとに火薬とあの 弾をです、ねえー、詰めななきゃいけないけ火縄式と違ってです、ねえー、火薬と弾が全部入ったマガジンをです、ね、そのまま交換するカートリッジ方式がです、ね、ここで作っている新型の石ビ屋でしたで、まあ、これを作ってるです、ね、開発しているハンセンシ病患者の技術者たち言葉がちょっと変なんですね映画の中で見てると「怖いや怖や」っていうふうに言ったりですね 瑤子ともたたらばの人とも違うちょっとね京都言葉なんですよ怖いよ怖いっていう宮古風京都風のですねなりがあって貴族鉛りがあるんですねだからおそらくあの天皇とか朝廷側の技術者だったと思うんですね。そその人たちがです、ね、おそらく 海外に留学経験民家朝鮮に留学経験があってでそこでいろんな技術を学んできたんだけども病気をもらってしまったとそんな感じじゃないかなと彼らだけがちょっとね鉛が違うのは説明つかないんでそんなもんだと僕は考えてますでこのハンセン氏病患者たちの隔離施設こそがですね、えー、エボシ御前があの地御坊にも秘密にしているです、ね、この、えー、最大のポイントなんですね実はこっちじゃないんですよ 最大の秘密で開発場所はここなんですね。ジグ棒ですら知らない新兵器だったですね。で、ジグ棒としてはですね。自分たちが持っている中国式の石部屋ですね。民から輸入したもののですね。量産をさせてると思ってるんですね。 これを量産してくれと早く作れそして作って無理を焼いてでしがみを倒せというふうに言ってるんですけどもですねそれをさらに改良して、えー、自分たちの武器を作り上げて量産しようとしているというこの烏帽子御前の烏帽子野望はですね地己房も知らなかったんですね。 なのであのおっことぬしとの戦いにおいてですねエボシは堂々とその新型の石火を持って現れるんですねだから自己帽にそれらを見せたのは何でかっていうとまあある種、えー、秘密兵器でありながら私たちはこういうものも作ることができるのでもうちょっと私たちを大事にしてもいい具体的に言えば、えー、タタラバを解体したり 占領するのはやめてもうちょっと私たちの好きにさせた方があなたたちに値打ちがあるよって意味かもわかんないし。 もうすぐこれは自己坊との共存関係が終わるというです、ねえー、戦闘のです、ね、意思表示かもしれないそういうふうなサインかもしれないというふうに思いました、えー、アップグレード情報なんですけどもあの明日高がです、ね、弓を射るシーン最初の「海を射る」シーンですねちゃんとあの湯がりしてるんですね湯がりというのは何かというと未来少年コナンのです、ね、第3話の解説でもしたんですけどもあのジムシーが矢をつがえてですねあのあ 矢を使えて弓を弓るシーンで,です、ね、この和球日本風の弓っていうのは打った瞬間ににの弦の部分がギュッと反対側に回るんですね。つまり手の内側方向にあった弓が外側方向へ反動で返るこれを湯返りといってかなりのです、ね、弓の達人でないとできないですね有段者でないとできない技なんですよ。でこれがされてるかどうかでその矢の軌道がまっすぐであるかどうかがわかるというやつなんですけどもちゃんとね明日がやってるんですね。だからまあ あの未来少年コナンの頃からやってたから当たり前だといえば当たり前かもわかんないんですけども、ええー、まあその頃から連綿と続く宮崎駿。 作品のですね、リアルさというのが面白いと思います。えー、あとですね、あの、元ジブリで働いていたあの、石井智彦さんという人が単行本でついこの間、思い出の修理工場というのを出されました。これはまあ、そのうちゼミで取り上げようと思ってるんですけども、出版記念対談でですね、あの、鈴木さんと対談してるんですよね。で鈴木さんと対談というのは、つまり、一方的に鈴木と一の話を聞くということなんですけどもす、ね、それがなかなか面白いんで、ちょっとあの、一部、このもののけ姫に関係する部分を読んでみます。 えー、まあここは鈴木さんですね。宮崎駿ってそう,いうそういう人なんです。全部覚えちゃうんですよ。例えばもののけ姫の前に二人で小樽に行きました。ある建物の前で宮さんが立ち止まって、小樽で有名な西御殿ですね。その前でじーっと見てるんですよ。30分から1時間ぐらい見てる。で、丸ごとあれ覚えてるんですよ。屋根の形、窓がどういう方式で、間取りがどうなっていってるのか、一個一個全部覚えてる。多分頭の中に100個ぐらいに分類して、 るんですと。ぼんやりと全体を記憶しようとしてないと。そうじゃなくて、一個一個の細胞を全部具体的に覚える。そして他の場所に移動してからも、どれぐらい思い出せるか頭の中で反数している。で、100個覚えたことが、まあ大体思い出した瞬間、歩き出した瞬間に50%ぐらいになるもんなんですよ。普通の人だと次の日には10%ぐらいになると。その次の日には3%ぐらいになっている。でも宮崎さんは忘れないように繰り返し頭の中に刻み込んで、自分の血肉にしている。で、 えー、僕もそうです。人に話を聞いた後、1時間以内に文字にしてまとめる。そうすると大体覚えてられる。でも夜になると半分以下になってしまう。だから原稿は取材した直後に書かなきゃいけない。宮崎さんの場合は、1時間以内に覚えて半数してから1回やめる。そして寝る前にもう1回思い出す。さらにその後1回封じる。で、半年とか1年放っておくと。でそして映画作る時になって、あれ使おうかなって頭の中の引き出しからパッと引き出して使うと。二 っていうのは物のけ姫では烏星御前の,あの御殿になったと鈴木さん覚えてるっていうふうに聞かれたんで僕も覚えていてあ錦御殿じゃないですかっていうふうに話したりしましたと。ということで,ですね宮崎駿というですねその怪物の正体は実は記憶の半数というのが秘密であったんですね。何かを見るときはもう全て具体的に覚えるんですよ。本当に それを写真撮らない。アルプスの少女ハイジで取材に行った時も、宮崎駿だけは写真撮らなかったそうですね。そうじゃなくて頭の中に刻むようにして覚えてくる。で、その場でですね、スケッチもしないんですね。そうじゃなくて頭の中にとりあえず覚えて、そしてそれを何回も反数するんですよ。だからもうあの、僕らみたいな凡人がこれを真似する時っていうのはメモしかないですね。何か話聞いた時にはすぐにメモをして、それで何年もそのことについて反数して考えることっていうのが、まあ、天才に近づく方法だと思います。 えー、では、ここからはですね、あの、お待ちかね、アップグレード情報です。えー、ヨッシーさんという方からですね、あのー、掲示板の方にですね、質問い,いただいたんですけども、本編見ていて気づいたのですが、岩宿での足シとモロの会話の時点で、実は足シの打ち抜かれて開いたはずの服の,服の穴ですね。アシの服の穴がなぜか塞がっていますと。顔の左側の帽子のちぎれもしっかり繕われていますっていう指摘です。 えー、で僕もですね、それ気づかなかったのでですね、調べたんですけど、そうでした、確かに。あのー、ヨッシーさんのおっしゃる通りでですね、えこれ一番上の駒ですね、一番上の駒で、あの、足高がですね、えー、っと、いわゆる、あのーな、タタラばを出るときにですね、後ろから撃たれてるんですね、酸を抱えてで。後ろから撃ち抜かれてこう血が噴き出してます。胸に穴が開いてる、背中にも穴が開いてます。 で、えー、その後ですね、えー、足高が歩いてるシーン、背中から血が溢れて、ちゃんと背中に穴が開いているのがわかります。で、次にサンが足高を助けて、で、まあ、あの森の中のですね、えー、生命がもう一回蘇る場所に連れていくところですね、ここであの服の穴、胸の穴に大きい穴が開いているのがわかります。で、この穴がですね、 後に、えー、アが,がですね、眠りから目覚めると、いつの間にか塞がってるんですねで。塞がってるだけではなくて、ちゃんと繕われた、いわゆる、針、針と糸で直された跡があります。えー、ここです。ですね。えー、アがですね、苦しみながら、埋めきながら、やっと目を覚ますところ。こう胸を見るとですね、こうちょっと鍵状にというかですね、あの、縫った跡があるんですね。で僕もこれ最初見たときは気のせいかな、考えすぎかなと思ったんですけれども、 これ以降シタかが胸のあたりがアップになると必ずこれ書かれてるんですよ。で、背中にもですね、あるんですけど、ちょっと暗くてよくわからないので、アップにしてみました。胸の繕った後ですね。え背中の繕った後。ちゃんとあの穴が開いた場所と同じ場所にですね、え針、ー、仕事をですね。ちょっとあの雑な針仕事なんですけど、ちゃんと縫い合わせています。もちろんこれやったの誰なのかというと、サンしかいないわけですよね。だサンはその人間の 行動とかを否定しているようでですね、実はそういうものを縫ったりする人間の技、針とか糸とかをですね、ちゃんとあの身につけていた。だから、その、なんだろうな、あの、 もろとかさんとかが言ってる人間否定のセリフっていうのをそのまんまあんまり受け取らない方がいいっていうのがこれわかりますので宮崎さんやっぱこの穴の繕った後見てほしいと思ってかですね何度も何度もこう書いてるんですね僕も劇場でもう一回直しかを見て確認したらですねすごいはっきり分かった。やっぱ劇場で見ないとここのこの ですね。あの、繕いてるの、なかなかわからないなと思います。あとはですね、あの、ヨッシーさんがおっしゃった通り、顔もそうですね。あの、頭に被っている頭巾があるんです。ここの頭巾もですね、烏星午前に切られます。で、カットされてはっきり切れてるんですけども、ところが、これもですね、まあ、下手くそながらちゃんとあの縫い合わせた跡があるんですね。この方の頭巾のところですね。 もののけ姫って本当にセリフ通り解釈するとこういうところがよくはあの見えなくなっちゃうんですけどもですね。例えばその、あの、有名な、あの、本編の中でも解説したですね、一声でもうなり声を上げようものなら噛み殺してやろうっていうのも言葉通り受け取りすぎ,ぎで、あれはですね、その、言い換えれば心配でずっと眠れなかったんだからもうっていう意味なんですよね。そういうなんかすごいツンデレのセリフであり、明日かっていうのはよくよく考えたら、 あらゆる場所でモテまくる。ものけ姫っていうのは明日子主人公として見たら、で、それをその、今の目で見ると、割とあの、ハーレムアニメなんじゃないかなって、そういうふうな見方もできると思います。あの、シリアスなアニメだから真面目に見るっていうのは、それはそうなんですけど、そういうですね、ちょっと斜めから見た視点で、あれこれ、ハーレムアニメなんじゃないのというふうに見ると、なかなかあの、 ハーレムアニメをこんなシリアスな雰囲気で作ると超文芸作品になるんだって驚きもあってですね、僕は面白いと思います。えー、ボノノケ姫はですね、あの、冒頭でですね、えー、生まれ育った村をですね、まあ、明日が追われるわけですね。えー、で、えー、せめてですね、あの、彼にですね、最高の朝日をですね、 あと、音楽を与えてあげたいというふうに、まあ、宮崎駿が語ったというのが本編です、ね。解説動画で語られているんですけども、あの、その原点となるですね、シーンが、現在 NHK 総合でですね、放送されている、あの、未来少年コナンというテレビアニメの中にもですね、出てきます。未来少年コナンはですね、1978年にですね、NHK で放送されたアニメでですね、もののけ姫のまあ19年前なんですね、えー。そのですね、未来少年コナン第22話、 あの救出という回ですね、タイトルの回でですね、あのヒロイン・ラナが拷問を受ける回があります。え拷問といってもですね、NHK で放送する、いわゆるその子ども向けのアニメなのでですね、あのまあ、宮崎駿はすごくソフトに表現してるんですね。えー、具体例で説明します、えー。フリップをご覧ください、えーまああの。どんな拷問かっていうとですね、これが、まあ、レプカ悪役ですね。 で、ラナがですね、この針ですね、まあまあ棒みたいな先にですね、叩かれて、この棒がですね、横にこう、ウォーンと伸びていくんですね。で、高さ何百メートルというところにですね、ラナはこの棒の先に立たされて、さあ、おじいさんに助けを求めろお前のテレパシーで助けを求めるんだっていうふうにですね、いじめられる。まあ、拷問を受けるわけですね。で、えー、ラナはですね、この棒の先からですね、落ちないように必死に踏ん張ります。 でも、ラナはです、ね、基本的に無表情で叫び声一つあげないんですね。なぜかというと、自分が叫んでしまうと、その叫びがです、ね、そのテレパシーでおじいさんに聞こえてしまう。そうすると悪者たちのです、ね、思うツボだからですね。なので、この時ですねラナは、まあ、あの黙ってこのまま叫び声一つあげずに死んでも構わない、そういうふうなつもりだったんですね。で、えー、宮崎駿はですは、ね、次にこのシーンを出します。えー 一番上の、えー、コマですね。ラナはですね、無表情なんですね。基本的に、まあ、死ぬことを決意しているから無表情なんですけども、そのラナにですね、右側からですね、光が当たります。朝日が差してくるんですね。だから背景のです、ね、太陽灯もですね、色が変わって、空もどんどん色が変わって、ラナに朝日が差してきます。で、ラナの視点を見るとですね、そのラナの目の前にですね、さっきまで曇り空だった空に朝日が昇って世界がどん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 美しくなっていく。 そういうシーンがあるんですね。あのー、ラナはですね、博士を起こさないようにですね、おじいさんを起こさないように、自分、恐怖の感情を起こしているとで。叫び声を上げずにさっきも言ったように死ぬつもりでした。その覚悟のラナにですね、宮崎駿は美しい朝日を見せるっていうですね、その舞台装置で、ラナの頑張りに拍手を送るんですね。このシーン、実はストーリー的にはいらないんですよ。全然、あの、前後のシーンと繋がらない。あの、いわゆる朝日が昇ってラナを照らすっていうのは、作画の手間もかかるしですね、 いらないシーンなんですけど、でも、宮崎駿は、まだ子供なのに、こんなに頑張ってるラナに対して、自分ができること、もう本当に、あの、監督ができることで何か、あの、報いたかったんですね。頑張れ、この世界は美しいんだぞっていうふうにですね、死んでしまう、死を覚悟したですね、ラナにですね、あの、励ましたかったわけです。この名シーンこそですね、19年後にですね、物受け姫で生まれ育った村を追われるですね、明日高に、せめて最高の朝日と音楽を、というですね、送ったですね、宮崎駿。 にが物のけ姫だけではなくてですねあの今ちょうどです、ね、あの無料でです、ね、YouTube であの公式で全編公開してますので未来少年コーナンも見てください、えー、アップグレード情報ですあの原藤さんという方からですね、えー、なんかメッセージいただきました物のけ姫の考察を拝見しました興味深い指摘が多く勉強になりましたありがとうございます、えー、途中ですねサンははの娘であるという部分岡田さんは 根拠はないけどというふうにおっしゃってましたが、その根拠はあります。えー、こあ徳間書店の絵本、もののけ姫に書かれています。これは映画、もののけ姫の元になった作品であり、類似した物語構造を持っています。もののけに突がされた三の姫は、も、え、のー、のけに突がされたのが三の姫、一の姫、二の姫、三の姫と、三の姫なんですね。それが映画の中では三として描かれています。も、え、のー、のけになってしまった少年というのが登場するんですけど、これが明日か。えー原始の 深くでですね、えー、暮らす長寿の亀っていうのがですね、これがあの獅子神になっているとで。理想の国を作ろうとするも、そういう殿様がいるんですけど、その殿様が権力不足に悩み、力と引き換えにですね、両親を失い、ついに暴君になってしまう。そういう殿様はですね、えー、冷静さと理想に燃える心を合わせ持つ烏星御前になったのでしょう。彼に力を与えた鬼瓦というキャラクター。これは地御坊やからかされんなのでしょうね。えー ここで注目すべきは、お殿様と三の姫が親子関係にあるということです。それゆえに、えぼし御前と三も親子であるのではないかと思います。原藤さんからこんなお便りい,い,いただきました。あの、原藤さんありがとうございます。面白いです。えー、これでね、僕もあの、自分の仮説ですね。あ <laughs>、にですね、かなりあの、自信が持てました。あの、次にあの、物置姫を解説するチャンスがあれば、今回のですね、話ですね。えー、原作絵本ではこのような設定になってる。だから、 こういうふうに考えることに根拠があるんだっていうですね。そういうふうな話をできると思います。アップグレード情報なんですけども、あの、8月15日前ミのですね、まあ、特集はですね、もののけ姫最後の秘密ということですね、えー。この回でもですね、まあ、現在、あの、美術部がですね、ミニチアを作ってる最中なんですね。で、今日はですね、準備中の資料の地図をお見せします。で、 この地図ですね。これあの、現在は発売していない、もののけ姫の資料本に掲載されていた、たたらばの周辺地図なんですねで。大きく分けて森に4種類あるというのが書いてあります。まずあの、一番左端は原生林ですね。えー、ここはですね、土地の神の森ですね。物たち山井の一族はこの原生林に住んでいます。で、えー、やや真ん中に寄ったですね、えー、なんだろうな、獅子神のいる森って書いてありますね。 え、神様のいる森です。で、真ん中の川真ん中の流れる川を隔てて、こちら側には、新山遊国というですね、やっぱこの深い谷、山の部分があります。で、その右側がですね、炭山と書いてあって、炭を取るため、木材を取るための伐採する森があるですね。えー、そんな山です。で、その日、えー、もっと右側の方はですね、あの、二林ですね。 え、の林、二次在って読むのかなあの、つまり人間たちによってですね、植林された森なんですね。で、タタラバの近くはもうすでにゲ山になっているんですね。えー、この地図ですね、この全体の、まず、えー、モロたち、山犬が支配する、その土地土地の神様がいるですね、えー、森があって、そのさらにその奥、なかなか立ち入れない部分にはですね、ししがみがいる森がある。 で、えー、川を隔てて反対側、人間側がもうすでにかなり刈り尽くして、森をなくしてしまって、で、さらに彼らがですね、墨を取るのに使いやすい、まあ、あの、植林した森ですね、あの、自分たちで勝手に、えー あとで墨にしやすいようなもしくは材木として使いやすいような杉とかそういう木を植えた森があるってことですねだからタタラバの周りというのは自然がいっぱいある森がいっぱいあるように見えて実はもうすでに神が住めるような森は半分しかなくて残り半分はですねん、えー、だろうな人間がわざわざですね人工的に作った森っていう意味です。 そういうふうなものが広がっているというふうに考えてください。この辺ね、あの、頭の片隅に入れておくとですね、金曜ロードのですね、もののけ姫、さらに面白くなると思います。で、もう一つの、えー、ですね、あの、地図があります。まあ、地図というか、まあ、これね、あの、美術ボードなんですけどもですね、画面で一瞬だけ登場するシーン、背景のですね、美術ボードです。美術ボードというのは背景を描く前に、まあ、あの、 監督レベルの人がですね、こんな感じで描いてくださいということで、明るさとか構図とかを指示した、色とかを指示したものなんですけども、注目してほしいのはですね、このタタラバの下に伸びているこの直線なんですね。明らかに人工的な直線がここに伸びているんですね。で、実はここですね、山が山に乗って、この手前の坂をバーッと駆け寄るシーンなんで、ここら辺ほとんど見えないんですよ。 でもこの直線こそですね。8月15日のもののけ姫最後の秘密のですね、最重要ポイントでもあります。お楽しみですね。えー、宮崎駿監督がジブリ美術館用の短編として CG アニメを制作中とのことです。てめえジジイ、<laughs> 裏切りやがって <laughs>、どんなものだと思いますか。いやもちろん面白いよ。 えー、セルみたいなセルルック CG バリバリかぐや姫タイプああ、なるほどな <laughs> CG アニメ制作中なあの理由としては CG でアニメを作ろうと思うっていうよりは多分ねジブリ解散しちゃったっていうのが理由だと思うよ。そうなってくると少人数で宮崎さんの思った作品を作らなきゃいけないっていうふうになってくると。 なんかこう CG やむなしという感じになるのはわかるな。だからどんなものだと思いますかっていうのは逆に言えば宮崎駿の個人作品に近くなるんじゃないかな。これまではなんだかんだ言ってもなんだろうあのスタッフを育成しなきゃいけないという意識が強すごく強いね。俺思ったのがもののけ姫の あのアニメのメイキングを見た時にさ宮崎さんがさもう本当に原画家の原画マンのさ作画を直すんだよね。例えばその坂道みたいなものを草の坂道みたいなものをそのゴロゴロゴロっと転がってきてぴょって起きる時に。 もう一流のジブリのアニメーターがゴロゴロゴロと転がってくるとこをやってるのを宮崎駿が上に黄色い紙修正用紙っていうのを当ててシャーッて直すんだけどさもうボロクソ言うんだよね。で、あ「もうこの人、本当に全然わかってないよねてい?」っうふうに後に記録になって残る媒体で <laughs> 宮崎駿がスタッフのことをズタボロに言いながら。 ああこ,うこれ人間が起き上がる時ってこう回ったら手ついて重心が前くるからそこでこ,この勢いでこう起き上がるからこうしなきゃダメだよっていうふうにさっささと直すんだけどさ素人が見ても宮崎駿の方がうまいとか分かっちゃうんだよこれがねこうジブリの恐怖というか <laughs>「宮崎駿についていきたい」でもついていくと地獄を見るっていうですね <laughs> 天才やカリスマについていく人間のこう地獄みたいなもんだよね。であと サンと足しが最初にちょっとやり合うシーンでサンがねそのナイフを持ってるんだあの小刀みたいなの持ってるのサンが小刀みたいなの持っててそれをシュッてこう伸ばすシーンでまあアニメーターは真面目にサンの手をちゃんと書いてでここにナイフ小刀を書いてるんだけども宮崎さんはあこれ違うって言って消しゴムでバーッと腕消してで小刀の先だけ書くんだよね。つまりこのフレームではこう,こういうふうに作画進行するとするじゃん。 このフレームでは手も小刀も描いてるんだでところがこのフレームでは腕が描いてなくて小刀だけ空中に浮いてるので次に伸びきった位置ではちゃんと腕が描いてるこれ実際に撮影するとどうなるのかっていうとこう構えてたら次の瞬間腕が見えなくて小刀の反射だけがカメラに映って次は伸びきってる腕だからすごいスピード感があるんだよでこんなもんさできるはずないじゃん宮崎駿以外に <laughs> あんなんで直されたら「そうかそうすればいいのね」って言って自分の中で吸収できないよ <laughs> ああだからあ逆にそうだから宮崎駿はスタッフを育成しなきゃいけないからこういうことを教えながら作ってたからなんだかんだ言ってもこれまでのアニメっていうのは宮崎駿100%ではないんだよね。CG アニメに思い切って切り替えれたっていうのはじゃあ俺100%のものが作れるっていう見込みがついたのかわかんないから。 ちょっとね、実はは俺あの、期待はしてます、うんだろうちゃんとしたウェルメイドっていうかよくできたっていう意味なんですけどもエンターテインメントとしての完成度が高いのはもちろん「カリオストの城」とかあと「ラピュタ」とかあと「紅の豚」もそうなんですね。その辺そうなんですけどもあの僕が見るに「もののけ姫」あたりからですね宮崎駿はこう。 悪い言い方かもわかんないけど、まあ、僕にしめばいい意味で狂ってきたんですね。なんかうんお話としてですね終わらないものを作ってる。だってものの姫ってなんかラストに救いも何もないし落ちも何もないんですよ。 「あのー、明日か、ね」が「ね3にですね、あのー、また来るから会おうよみたいな形で終わってるです、ね、全然お話として終わりきれてないんですけどもその前の「魔女の宅急便」っていうのは最後に例えば飛行船出して落ちそうっていうのがあって女の子があって魔力を失ってしまったんだけどそういもう一回魔力を取り戻すっていうその地方にいた女の子がアニメーターになりたくてジブリに入ったんだけどアニメってこんなもんで なんか誰かのためになるのかしらいいのかしらっていうのをなんとか乗り越えて自分の中の作家性っていうのを取り戻すような話が「まあ、魔女の宅急便」なんですねはっきり言ってはっきり言ってあれはもうジブリの自伝映画みたいなもんなんですけども。で <laughs> そこまではよくできたお話なんですけども「もののけ姫」からこっちですね「もののけ姫千と千尋ハウル」ってですねもうお話的に超デたラメなんですね。って「のハウル」なんて最後、えー、そろそろ戦争終わりましょうかって偉いお姉さんが言ったらもうそれで終わってしまうっていうですね、えー、僕は実は隣の国の王子様で魔法をかけられてたんだって「何これ」っていうような終わり方をするんですけどもなんかあの、もう早尾先生そこら辺はですねもういいと思ってるんですね。で 風立ちんの一つ前のポニョなんて。 あのわけわからん話そのもので,です、ねえー、小学校の男の子と幼稚園児の恋の話で,す、ね、で最後に地球を滅ぼすようなです、ね、ゴッドマザーみたいな海からです、ね、巨大なお母さんが現れて「宗ケもしあなたがポニョのことを捨てたら地球は滅びるわよ」ってとんでもない約束をして宗助くんんか小学校低学年かな幼稚園児かなぐらいにしあ幼稚園児だ幼稚園児にしてなんか未来の嫁さんとですね生涯 浮気してはいいけない浮気したら地球を滅ぼす宣敬を <laughs> お母さんからされるっていうですね何かもういやいや理屈で言うとこういうふうなですね変な話なんですね。 なんかすごく自然に見れてしまうそれはもう宮崎駿の中で論理的成功性みたいなものがもうどうでもいいと思ってですねだって宮崎駿って宇宙戦艦ヤマトをですね散々悪口言ってた人なんですよ宇宙戦艦ヤマトであのさらば宇宙戦艦ヤたさらば宇宙戦艦ヤマトでもう白色彗星帝国に何の兵器もないって言って古代進むか絶望してたら死んだ沖田艦長が声がして「古代お前には最後の武器がある命だ」って言われて「そうか」って言ってヤマトでこう特攻してドカーンと爆発して。 っていうのに対して特攻でだろう最後敵の前に自分の命を差し出してそれで勝とうなんてするのは第二大戦の時のんだろう万歳アタックと同じでくだらないっていうふうに宮崎駿が散々悪口を言っときながら自分がナウシカを原作漫画描いてる時から向こうからオウムの大軍がやってくるさあどうするかという時にいよいよ思いつかなくなってついにあナウシカがこうやってきてドーンって跳ねられて生き返ったからよかったって話なんですよね。<laughs> なんか そ,のなんだろうそれぐらい見やからならでもそ,こそれがしたくなくてしたくなくて最後の最後まで悩んでたっていうぐらいは一応ですねお話の論理的な整合性っていうのを大事にするというか、まあ、ウェルメイドの話を作る人だったんですけどもその「もののけ姫千と千尋」たりからですね全くそういうふうなことを考えなくなってきた。だ 宮崎駿はこう狂ってきもの、えー、のけ姫からジブリは変わったというふうによく言われます、えー、セル枚数がそれまでですねその紅の豚まではだいたい5万枚から7万枚だったのがもののけ姫からですね14万枚以上になって倍以上になりますんでデジタルも導入されて予算もすごく増えだしました。 えー、あとキャッチコピーとかも、まあ、どん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 激しくなりイコール何かというと宮崎さんがこうしたいという意向を抑えて鈴木敏夫プロデューサーがですねだから「好きに作るで三部作」っていうのは宮崎駿が好きに作ってるんですけど同時に鈴木敏夫も入ってきて。 ジブリの中で、二人のおっさんが主導権争いをしながら作っているような感じだと思っていただければと思います。桃の毛姫です。1997年ですね、えー、紅の豚のですね、五年後です。間に95年にです、ね。オンヤマークがあるので、実はですね。紅の豚から桃の毛姫まで、5年間、宮崎さんは長編アニメを作ってなかったんですねで。久しぶりに作った作品です。で 最後のですねセルで作った作品です非常に人気高くですね、えー、なんだろうな全てのパーツがうまくはまったというふうに僕は思っているんですけど奇跡の作品ですただし暴力表現などが強いしあとストーリーがあまりに大人向けですからですね宮崎駿の人気高いんですけどもこの作品ですね海外の評価が割と低いですあの足、ー、高がですね弓矢などをいてですね、まあ、腕が吹っ飛んだり首が吹っ飛んだりするシーンがあってですねやっぱりそれは アニメーションというのもアートだ大人が見る作品だと理性では思っているアメリカ人もですね心情的にアニメなのにこんなことをやってるというふうなことでやっぱすごい抵抗があるみたいなんですね。で特に宮崎アニメはですねそういうこと書くときは徹底的に書き切っちゃうのです、ね、例えば足高が弓を置いて両腕がバサッと切れるシーンがあるんですけどもあの盗賊のその時にはですね断面の肉の真ん中に骨があるところまで書いちゃってるんですね。それは えーっとですね、特撮でやったりですね何だろうやったりしたらですね複雑なもん断面が複雑でぐちゃぐちゃっとしてるから案外なんだろうそれなりに見えちゃうんですけども絵で描いてしまうとですねあからさまに肉骨って分かってしまうからですねかえってそのクールな残酷性っていうのは際立っちゃうんです。だから、こうの人にすすごいい抵抗があるみたいですね。えーまあ、そういう偏見もあって絵画の評価は割と低いです。 中間投票のベスト5にはもちろん入ってます日本で人気高いですね、えー、ただしですね興行成績はですねあのすごい高い1420万人ですね、えー、これまでのですね304万人が最大ヒットだったのがいきなりそれの,4あの5倍近い1500万人近い数字に行ってしまいました。でえー 予算もですねジブリ史上最大のですね二十一億円ですねでこの時からですね宮崎さん終わった時からにですねこれが最後の作品というふうに言い出すようになりますもののけ姫が一番最初に言ったもう俺は引退します作品ですね、えー、完成後の打ち上げでもう最後の作品になると言ったんですけどもまああの後に翌年にですね。 撤回したというふうなことですね。まあ、あの一年、半年近くはですね、もう引退する、引退するって言ったわけですね。閉店詐欺ってコメントが出てるけど、まあ、その通りだと思います。で、二、え、十、ー、ええー、とですね。 1420万人っていうのはどれぐらいのヒットかっていうとですねそれまで15年間日本映画の興行記録というのはですね ET だったんですよ。で ET をぶち抜いたということで ET をアニメがぶち抜いたということで,ですねまあすごいニュースになったぐらいの大ヒットだったんですね。でスティーブン・スピルバーグはですね自分の映画が日本で抜かれると思ってなかったんでびっくりして今あの宮崎さんのですね、あのー、CG アニメですねあのジブリ美術館で作るアニメですねそれを えー、宮崎さん駿さんは引退したとは言いながらもこれ短編だから作ってるんですけどもんかねなかなかすごいタッグマッチだなって思うんですけどもですね。で内容的にはですね「もののけ姫」っていうのは、まあ、僕が思うにですねナウシカの事実上の続編です。というかナウシカ自体が続編というよりはリメイクなんですよね。本当はは、ナウシカっていうのは 連載中の作に作っちゃったアニメ作っちゃったからこういうでおまけにあのナウシカを作った頃の宮崎さんっていうのはですね子供向けのアニメでヒットさせなきゃいけないで女の子けなげな女の子が主役だったんですけども,もう漫画描いてる時からですねクシャナとかです、ね、あのクロトワとかそういう大人のキャラクターに感情移入してたんですね。ななので、で思い切切ってて、り替えてそのナウシカではなく、 クシャナの方に焦点を当てたアニメを作りたいというふうに思ったのでですね、えー、事実上の続編でその特に原作の後半、えー、ユパ様とですねクシャナがですね共同で巨神兵の謎に迫るというあたりの漫画でも描いてるテーストがですねダダダっと漏れていっててるんですね。なのでナウシカだったキャラクターがサンになってペジテのアステルだったキャラクターがアシタカになって。 で意外なことにユパ様が自己坊っていうですねあのなんだろう、まあ、真ん中辺で活躍するですねもう悪役か正義かわからない実はあれは灰のガンダルフなんですね。つまり白のガンダルフでもなく黒のガンダルフでもなく肺のガンダルフっていうですね中間的な あの悪役とししてて存在いるわけですねで。クシャナの代わりにエボシ御前が出てきて、まあ、巨神兵の代わりにししがみが出てくるというふうに解釈すればそのなんで宮崎さんが今更ナウシカオの続編を作らないのかっていうともう「もの物のけ姫」というので、えー、とペジテの「アステル」から見たら何かその巨神兵というものが復活して呪いを受けてしまってそこで出会った。 えっと,サンという少女とです、ね、やると。とやるころが「サン」という少女はオウムみたいな存在の森の中の神々とのコンタクトに夢中になってこちらを向いてくれないで現実的な駆者な分身である、えー、なんだろうなんえー、っと烏帽御前っていうのはなんだろう正しくて強いんだけども政治家で同時に政治家であって自分が 心じゃあその「明日か」ですねあのつまりペジテのアステルの心はどこにあるのかというとその人間社会と森不快の社会とかあとその神々の世界との間の中間にしかいられないんだっていうふうなことをですね、まあ、やっていると。だからもう「あの好きに作る」で「三部作」って呼んだのはですねあのまさか自分の作品の中でこんなふうなリメイクが可能だというふうに 思っても見なかったところをやってしまったんですね。で、これが最後のですね。宮崎駿が僕が思うに好きに作った作品。もちろんいろんな人の影響もあるんだけど、好きに作った作品だと思います。もののけ姫を見た時に、ああ、これはね、宮崎駿が作ったゴジラなんだというふうに、ちょっと納得いくんですよ。あのゴジラというのは、基本的にもののけ姫の冒頭で出てくるのと同じ祟り神なんですね。だから呪われる相手っていうのは誰でもいいんですよ、あの。 別に、烏帽御前に打たれてたたり神になったからといってし神や烏帽御前に復讐するんではなくてそこから本州を東の方へ東北の兵へとガーッと怒りでもって駆け抜けてたたちがいる村ままで襲ってきましたね。それと同じなんですよあのたたり神っていうのは戦う対象じゃないんですねそうではなくて怒りを鎮めてくださいとひたすらお願いしてお祓いして帰っていただく。 でもし死んでしまったんだったらその場所に塚を築いていいいついつまででもお祭りすするという,ような対象なんですね。だからこの第1作の「ゴジラ」というのは最後は結局オキシジェン・デストロイヤーという、まあ、科学者が作った勾玉のような存在でですね芦、えー、沢博士という生贄にえを捧げることによってようやっとお祓いができた沈めることができたという。 そういういお話なんですで。海に帰っていただくことができたとだから神様だから当然のことながらたたり神だから当然人間が作ったミサイルとか大砲とかそういうものが通用しないってそういうふうにできているいわゆるあの1954年の夏に公開されるあのホラー映画というかですねお盆のお化け映画のような流れで公開されてる別にあの公開されたのは、ぴったり夏ではないんですけどもですね。 かつて神であったものが獣に転落する時代っていうのを書いたんだとするとですね、ゴジラっていうのはみんな忘れていた古代の神が復活して、忘れていた人間に罰を与えるっていうですね、そういう罰を与えるために来て、そして帰っていったという話なんですね。もののけ姫の時に入らなかったやつの話ちょっとしたいんですけども、えー、っとね、もののけ姫って、あの、話全体がどういうお話かっていうのが、 なかなかね、わかんないんだよね。で、えー、どうやったらわかりやすく伝えられるのかなっていうふうに本考えてて、ちょっとね、掴んだ気がするんだけども、あれね、ハリウッドでリメイクされたらどういうふうになるのかって考えると、ちょっとだけわかりやすくなると思う。あの、ハリウッドで、もしもののけ姫がリメイクされて、全部アメリカが舞台でアメリカ人とかを出したらどういうふうになるのかって考えたら、逆に日本のもののけ姫っていうのがどんな、 とんでもないすごい話だったかっていうのはわかると思います。えー、冒頭ですね。これはあのアメリカの原住民のインディアン。インディアンって言うんだけども、これは、え、言葉の正しい意味じゃないのはわかってます。ただ、アメリカ原住民とか、あの原住部族というよりは、インディアンって言った方がもう通りがいいから、今日はもう全部インディアンで話すね。そ、そこら辺はよろしくお願いします。えー、冒頭アメリカのもうカナダの果ての方に住んでいる、インディアン村を襲う巨大な鷲ですね。たたり神とかした、 わしが、えー、アメリカのですね、えー、北の果てに残っているですね、あの先住民、インディアンたちの村を襲うわけです。まあ、だいたいこんなイメージだと思って。こんなイメージの奴がですね、アメリカの、えー、インディアン村を襲います。あ、あれは西海岸のシャイアン族の当店だ。当店も守り神だね。えー、インディアンの守り神のですね、巨大な私がですね、村を襲う。なんで、あいつがたたり神になるなんて、 東から来たキリスト教の神に追われ、今やインディアンは西と、西海岸と北にだけわずか住んでるだけに、うん、過ぎないと。何か西海岸で不吉なことが起こったに違いない。その曇りのないマナコでアシタカを見てくるんじゃという、アシタカという名前のインディアンの少年がですね、えー、このワシの爪でですね、呪われてしまった右手を呪いながら村を旅立つところから映画をスタートするわけだよ。で、途中インディアンの村を襲う、えー、騎兵隊に会います。 ですね。えー、騎兵隊がですね、インディアンの村を襲ってるんですね。でも、この騎兵隊の村に対して怒りを持ったタカはですね、あの、先祖伝来のなんかは、えー、なんだろうな、あの、アメリカ王大シかなんかの羽根をついたですね、矢でバーンといると、この中心で大爆発、核爆発のな大爆発。これはね、日本版のもののけ姫、アニメ版のもののけ姫では首がすっとうぐらいの表現なんだけども、 ハリウッドではそれではもうわかんないだろうと。あの、明日かにかけられた呪いがどんなものかってわかるには、もうとりあえず基本的に火薬山盛りで大爆発した方がわかりやすいから、大爆発して、で、騎兵隊たちは全滅とですね。こういうふうな話にすると、物だけ姫っていうものが実はどんな話だかっていうのは、ちょっとわかりやすくなってくるんだよね。 で、この、えー、騎兵隊たちをですね、退治した後ですね、アシタカが、さらに西海岸、ロッキー山脈を越えていくと、ロッキー山脈の中ほどですね、セコイアの森ですね、ジャイアントセコイアという、まあ、地球上最大の木というよりは、多分生物としても地球最大なんだよね、体積計算したら、のですね、森と、その横で製鉄をしているインディアンの村にある。えあ インディアンが鉄を作ってるなんて、まるで白い人間、あの、ヨーロッパ人見たじゃないかというふうに明日が驚くんだけどもど、驚くんだけども、製鉄してるんだ。まあ、こんなんね。ジャイアントセコイアの森っていうのは、巨大な森です。はい。えー、ジャイアントセコイアの森と。で、セコイアっていうのは実はインディアンたちが定期的に切り倒さないと、アメリカ大陸中がこのセコイアに飲み込まれてしまう。これ本当のことなんだけど、ジャイアントセコイアっていうのは、 北米最強の生物なんだ。地球上おそらく最強の生物だと思う。ジャイアントセコイアって。なんでかっていうと、ジャイアントセコイアっていうのは、だいたい低いやつで80メートル、高いやつは100メートル超えるんだよ。これは本当の話で。で、なんでそんなに高いのかっていうと、落雷を呼び寄せるためなんだ。こいつら雷を落としたいんだ。ジャイアントセコイアっていうのは。 なんで,でかっていうと、まあ、なんでかと、なんでかてどんどん戻っていくんだけど、なんでかっていうと、ジャイアントセコイアっていうのは、山火事がないと繁殖できないんだよ。ジャイアントセコイアっていうのは、周りにスポンジ状のなんか硬い表皮があって、で、山火事の温度に耐えるんだよね。中心部が生き抜けるんだよ。で、おまけに、皮脂植物で、その殻みたいなやつが山火事の温度でないと、バキッと割れて、で、中の種子が外へ出ていかないんだ。 で、山火事でボーボー燃える山のその風、火事風、火事場の風を利用して種子をそこら中にばらまくという恐怖の生物なんだよな。だから、インディアンが適当な感覚で木を切り倒さないと、今はね、あの、セコイア、 あの公園っていうのがあって保護されてるんだけども、これ人間が繁殖して、バーっと伐採したから無事なんだけども、こんなの下手したら、あの普通に繁殖できるような土地はジャイアントセコイアに北米大陸っていうのは支配されてて全然不思議じゃないんだ。で、その山火事を起こすためにジャイアントセコイアは100メートルを超えるわけだよな。その100メートルを超える、あの、木の高さに入る理由っていうのはも、ただ一つ雷が落ちてきて周りを焼き払いたいからな。 で、なんで焼き払いたいのかっていうと、ジャイアントセコイアっていうのは、この100メートルという木の高さに対して根、根がね、めちゃくちゃ浅いんだ。根っこがね、2メートルぐらいしか地面の底に潜っていかないんだ。で、2メートルぐらいしか地面の底に潜っていかないので、他の競合している植物、もう雑草レベルでもそうなんだけども、雑木林とかそこら辺の小さい樹木ですら、そのジャイアントセコイアが本来得たい栄養っていうのを地面から捨てしまうんだ。 だからジャイアントセコイアっていうのは、数年に一回山火事を起こして、ジャイアントセコイア以外の種全てを焼き払って、それの上で繁殖したいという,うに思ってるので、木が高く高く伸びていって山火事を呼ぶっていう。なんかそういう恐怖な生物。その恐怖の森の近くに住んでいるインディアンは、 定期的にジャイアントセコイを伐採して、それで炭を作って火を起こしてやってるという設定にするわけだよな。で、インディアンのそういう製鉄村に襲いかかるダイアウルフの生き残り。ダイアウルフっていうのは北米大陸に大昔いたですね、もう絶滅してしまった巨大な狼。まあ、今言われてるんでは体長2メートル、3メートルっていうふうに言われてるんだけど、今回お話に出てくるのは、なんせその、 トーテム神というかね、あの村のトーテム守り神の獅子神みたいな奴らだから8メートルから10メートルぐらいの狼が出てきます。まあ大体イメージとしては、まあ、こんな感じかな。あのー、これあの、ランベージ居住大乱闘に出てきた巨大狼なんだけども、<laughs> こんなのが特撮で、もちろん今言ってるの全部特撮映画の話だよ。<laughs> えー、特撮、CG 特撮でアメリカ大陸に現れると思ってください。こういうのがですね、狼が現れると。で、 この銃で、えー、部族のトーテムである狼をですね、撃つエボシ御前、エボシという名前の、まあ、インディアンの女の人ですね。しかし、狼育てられた少女が邪魔をするのであったっていうのが、まあ、前半の展開になるわけだよね。エボシは、えー、アニメ版のものゲけメと、ま、似たようなものにするからですね、元インディアンの奴隷、 であって白人の奴隷として捕まったんだけども、そのまま、まあ、見た目可愛いし、あの、女、可愛い女の子だったから、そのままスペイン人のですね、愛人になって、えー、母国スペインにヨーロッパに連れて行ってもらった経験もあって、で、それが南米ペルーにそのまま、えー、その、ご主人であったスペイン人が総督として、 派遣された時にですね、夫のスペイン人総督を殺して、他のインディアン奴隷たちと一緒に北米に逃げてきたという設定にします。で、エボシは当店を倒し、アメリカ中のその巨大なワシであるとか狼であるとか、そういう、えー し、し、しがみたちを退治してですね。で、インディアンの共和国を作って白人と対抗しようとしているとですね。えー、エボシの一応目、目安としては、アメリカ大陸の東海岸側はヨーロッパ人が支配しても構わない。でも、ロッキー山脈のあたりから、いわゆる西側すべてはインディアンの共和国として取っておこうという。かつてそのカリフォルニア、 共和国とか、あと、ニューメキシコあたりが独立国としてやっていこうというような感じを、エボシは考えてるわけだよね。で、えー、なんでトーテムを倒そうとしているのかというと、トーテムのあの巨大な生き物の神々たちを倒すと、インディアンたちは、あ、俺たちが信じてたのは単なる、なんだろう、迷信であって、巨大な神、動物を信仰してたに過ぎな、い。それよりは銃を取って、エボシと一緒になって、ヨーロッパ人として戦おうと。 あの、やっぱりインディアンがね、負けた理由っていうのは、インディアン同士の部族が対立して、共同戦線張れなかったことなんだ。で、最後にインディアン戦争っていうのがカリフォルニアであったんだけども、時期が遅すぎたんだよね。エボシはそれを100年前持ってこようとしてるんだよね。こういうふうな話にすると、実はもののけ姫って、僕がいた話ともほとんど同じなんだけども、かなりダイナミックでしょ。だから、 割とね、過激な話っていうのをものぬけ姫やろうとしてるんだ。ほとんどね、なんかダンスウィズ・ウィルブスに怪獣が合体したようなものをやろうとしてるんだけども。で、さて、えー、ジゴボウというのももちろん出てくるんだ。ジゴボウは何かというと、バチカンから派遣された、派遣されたエクソシズムを学んだ神父なんだけども、エボシたちに技術と、 兵隊を与えるんだよね。バチカンの、あの、持ってる兵隊とバチカンが持ってる大砲を与える。で、えー、エボシは神の中の神、ビッグフットっていうのを殺しを決意すると。この、トーテムたちの一番親は巨大な猿のビッグフットってやつがアメリカにいて、そいつを殺そうと決意するんだ。で、えー、トーテムのヤマイヌ・モロだな。さっきあの、攻撃されたこの狼のモロは、インディアンの終わりを、 明日かに予言すると、インディアン文明の終わりを予言すると、アメリカ大陸はいずれ我々のような自然の神ではなくて人が作った神、イコールキリスト教に支配されてるだろう、支配されてしまうだろうと。で、風とか、なんか、雪とか、雨とか、あの、山も川もすべて自然からの贈り物、神の世界だったんだけども、それらはおそらく白人たちにとって支配すべき自然、ワイルダーネスというふうに 定義されてしまうだろうというふうに、山ンの諸っていうのは明日かに予言する。明日かはそんな時代が来るはずはないところに一生懸命言うんだけども、なんかどんどん自信がなくなってくる。で、ハリウッド版しがみだね。えー、ハリウッド版しがみの、えー、ビッグフットこんなやつだよね。 このビッグフットを倒すための最後の戦いが始まると。で、カソリックが派遣した、えー、十字軍とエボシたちが、えー、組織したインディアンの共同戦線は、えー、連合してこのビッグフットと戦うと。でついに 登場するカソリックの新兵器、ガトリング砲 <laughs> で、そのガトリング砲だけでも強力なのに、そこにペルーの銀山に取り寄せたスペイン銀貨を溶かして、ジゴボウが神父姿となってエクソシズムをやって、その銀に祝福を,祝福を与えるんだで。祝福を与えられて、銀のブリッド、銃弾となった玉。 だよな。そういうふうに性別された、神父によって性別された、あの、銀の玉というのは魔物を倒すキリスト教の神の力を得てるんで、それをガトリングガンにガーッと詰めて、このガトリングガンでビッグフットをバーッと打つわけだ、ねで。ついに倒される。 えー、ビッグフットだね。数千発の銀の玉を打ち込まれて、ついにビッグフットを倒されるんだけども、倒されたビッグフットは、そっから巨大なキングコングになってしまったと <laughs> さあどうなるっていうやつで、多分これハリウッドでやったらね、2時間よ、30分ぐらいになるんよ、2時間30分ぐらいの話なんだけども、すごいデタラメな過激な話でしょ。で、 えー、これ、このままアメリカで公開したら、アメリカの白人層がすごい反発するのわかるんだよ。だって、自分たちが持っているアメリカとはこういうもんだ、建国神話とはこういうもんだっていうのと、割と違って、自分たちは侵略民族の末裔で、もともとアメリカにいたインディアンたちに何をしたのかっていうのが、やっぱり明るみに出てしまうから。で、もののけ姫って、そんな話なんだよ。そんな話であって、 ミカドがとかって言ってるやつっていうのはもうほとんど今話した映画の中でバチカンがって言ってるぐらいの文脈で使ってるんだけどもそれを巧みに分からないように仕込んでるアメリカを例にして分かるとうわ、その話かなり過激だなって僕らは分かるんだけどももののけ姫っていう日本のアニメにされてしまうと割とね気がつかないようにされてるところがその宮崎駿のすごい上手いところだし鈴木敏夫もよく宮崎駿をもっと書きたいのを抑えたなっていうふうに 思うんだけども、こんな風に考えると、その、もののけ姫っていうのは、よりわかりやすく、わかりやすくなるか、どうかわかんないんだけども、まあ、あの、なんだろうな、面白く見れるんじゃないかと、もののけ姫が面白くないって意味じゃなくて、横から見る目線として面白い見方もできるんじゃないかなと思って紹介してみました。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく、ではではよろしく。